漫画なんて借りなきゃよかった。じゃあ、今回は発達障害当事者のたゆーちゃんです。こんにちは。そして我らが発達障害仲間の皆さん、ご機嫌いかがからの、定期発達の皆さん、おっかりなくてで、聞いて。はい、ちょっとね、今回お話ししたいことっていうのは、漫画喫茶は迷路っていうお話でございます。ちょっとピンときた方いるんじゃないかなと思うんですが、まぁ、ちょっと前に挙げたね、カラオケに行ったらトイレに行けない、これのシリーズでございます。もっとひどいシリーズでございます。そのカラオケに行ったらトイレに行けないっていうのと全く同じ理由で、漫画喫茶に行ったらさ、まあ、基本カップルシートじゃない限りさ、一人じゃん。ね、自分の部屋番をね、見ないで漫画を借りに行っちゃって、うわ、今部屋どこやなるの毎回。もうね、困っちゃうんだよ。なんかさ、カラオケとかと違って漫画喫茶って入店してさ、部屋にまでにさ、漫画とかいっぱいあんじゃん。そのせいでバン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 気が散るわけで、こうなんかさ、レシートを渡されてるからさ、その数字見りゃいいやって言って、その間こう部屋に着くまでさ、こういろんなのチラチラ見るじゃん。で、あれ借りよう、あれ読みたい、あれ読みたいとか言って部屋に到着するんじゃん。そしたら真っ先にそれらをさ、わーとか取りに行くわけよ。で、そういう本の位置は覚えてるのに、これからどこでってなるわけ。これわかんない。もうね、なんか最近さ、広い漫画喫茶って増えてるじゃん。昔はさ、漫画喫茶ってさ、そんな、なんていうかな、あんなにセパレートされてるところは少なかったんだよ。ちょっとこの辺隠せるぐらいで、人がいるかいないかみたいな。でも最近の漫画喫茶ってさ、一応上はツーツーだけどさ、基本もう仕切られてんじゃん。個室じゃん。どこか分かんなくて、俺さ、なんかね、知らない人の扉をまたね、相変わらず開けようとするんだけど、そこポイント。カラオケの時違うよ。鍵かかってんだよね。鍵かかってるから、ガッとか言って、ガッとか言って、相手がガッとか言って、びっくりして、あ、すいませんとか言って。で、それがさ、全然遠いとこだったらいいんだけど、その真隣が自分の時だった場合で、ガッてやって、あ、すいませんって、あ、開いたみたいな。あ、開いたし中身あるみたいな。でさ、そのガッてやった後、相手が驚いてすいませんって言って、後にさ、そこにさ、入ったらさ、隣のやつだって、バレるじゃん。だから、たゆみちゃん、そういう時は、すぐに入って荷物ちょっとなんか置いて、なんか目印になるようになんかピッて細工して、またすぐそこから逃げるの。ここじゃなかったよまあ別にそんなことしなくてもいいんだけどね。なんか恥ずかしくなっちゃって、そういうので、結局それに何回も会うせいで、たゆるちゃんね、漫画喫茶に入ったらもうね、寝るしかしないことになっちゃった寝るだけ。漫画喫茶入ったら携帯充電してすやー。だって部屋から出たらさ、何番か忘れちゃうし、困るじゃん。何番か分かんないんですよねとか言ったら、それもさ、何度も やってるからさ、行きつけの漫画喫茶だったりとかすると、てか、たけちゃん基本的に新しいその施設に入るのが嫌いなのよ。美容室もそうだけど、行き慣れてるところじゃないと嫌なの。だからね、気まずいですよ。あのポンコツが今日も部屋番聞きに来やがったぜ、クイッキッキッキッとか言ってさ、なんかさ、後ろ指刺されてんのかなとか言っておったら、超悲しい、超悲しい。ちゅうことで、たゆみちゃん、漫画喫茶、金輪際入りませんかね。マンボウ、マンボウ、みんなのマンボウだって言ってますけど、たゆみちゃんは覗くみんなのマンボウで、結構。何の話はい、すいません。まあちょっとなんか変な話になっちゃったんだけど、漫画喫茶行って部屋番号が覚えられないのは、まあこの前駐車場覚えられないとかもあったけど、何なんだろうね、あれ。その読みたい本があって、それになんか気持ちがいっちゃうせいで、もうすっ飛んじゃうんだよね、何番とか。あとなんかレシート見りゃいいじゃんとか言って思いながら、そのレシート部屋に置いてきちゃうから、わかんなくなっちゃうんだよね。たゆみちゃんが生きてるうちに、また漫画喫茶に行ける日が来たらいいなっていう感じで、たゆむ TV でございました。チャンネル登録までの方いらっしゃいましたら、よかったらチャンネル登録お願いします。そして概要欄の方に合わせて Twitter のフォローリンクあるのでよろしくお願いします。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。たゆむ TV のたゆむちゃんでした。バイバイ。